方に心当たりないや、見たの、見たの。なるほど、じゃあ今いっぱいランドセルがあるのでちょっと気になるものを選んでみてください。もしよかったらお嬢様2つ選んでいただいて、はい、親御様で気になるの1個選んでいただくとちょっと比べやすいかなと思います、はいはい、なんかありすぎてよくわからない。すごい可愛い。ピンク、はい、じゃあまずピンク。じゃあもう一個だけ選んでください。はい、じゃあまず親御様が何か一つ気になるのがあれば、下の一番左です。この3つのランドセル一番最初に添えたいのはどれですか？この感じ、はい、これスゴパルシリーズといってカルサ重視のランドセルになるんですよ。なのでここナイロンだったりとか、襟がなかったりとか、下の部分ちょっと細かったりとか、ベルトも他の部分に比べたらちょっと細かったりとかですね。で、中のポケットも中に薄かったりっていう部分になってて、いろんなものが省いてて、クッキーついたりとか、ソフトクリームついたりとか、ここにもクッキーついたりとかです。これちょっと撮ってみましょう。さっきより軽い。さっきより軽い。はい、どうそれ。なんか服と一体化してる。この2つはどっちがいいですか？こっちアリスと言って、上で限定ホテルで、ここ刺繍が同系色なので、そんなに目立ちにくいのが、フリルなんですよ。フリフリの可愛い。可愛い。あ、そういうの。そうですね。本当にあれだ。黒はこっち側ですかね、はい、前だとこうなっちゃうと思うので、あとはじゃあこれ開け方知ってますか？ランドセルはこうぐるっと回してください。はい、でこれ上にグッと上げてください。じゃあ中プリンセス。おお、え、なんかいっぱい入るかな。いっぱい入るね。え、かわいいじゃんこれ。プリンセス。なんか土屋はさ、ここになんかつけるのボハブザのさなかったよ。この機能がこういうポケットとかなかった。土屋はやはり高校のランドセルですごいカバンの一つとして素材のっていう、またそこがすごく素敵なランドセルなんですけど、こちらかというと機能がすごく充実しているランドセルなので、機能がすごい、はい、お子様のお子様の方が考えられるので、お子様の方が結構選ばれる方がすごく多いです。なのでちょっとだいぶ変わってくると思います。なので親御さんの方でそうなるときにランドセル選びを何が重要してるかっていう部分がまず第一に重要になってきます。それがしっかりしてないとお子さんが選ぶの結構迷ってしまうので、親御さんもしっかりと意見をしていただいた方がいいかと思います。じゃあ買ってみましょうか。大丈夫そう。はい、で一回ちょっと見せる。いいと思う。ありがとうございます。これいいね。これいいよ。おじゃあ次最後のこのマジカルブライト、これは反射材がたくさんついてるので、まあ、この中でも一番夜ライトが光りますよっていう、ね、あとやっぱりさっと見て一番派手なのでイコール5歳6歳の人ってこういう派手なのが一番可愛いですよ。2人の子をこれ選ぶ子が多いです。6年生になった時はこれ親御さんの意見は大体の親御さんのご家庭ございますね。これってまだ大丈夫だ。ハートとここにもハートついてます。こっちはお星様とお月様がついてます。でこれは開けてみてください。はい、今練習とか覚えてる？よいしょ。はい、ありがとうございます。かわいいハートがついてます。いや、なんかこいつ好きそうだね。あやし、光るやつ好きだな。でも、大きいお姉さんになってからもこれ恥ずかしくないし、わかんないよな。6年生のことはね、多分誰もがわかんないですよね。ちょっとこれ、締め方は教えません。バチッとこうしてください。はい、締めるのはワンタッチで、開けるのは左右どちらでも大丈夫です。はい、ちょっと今ワンタッチで締めること。俺ちっちゃい頃こんなんなかった。今のモデルがどれだったの？今のこのマジカルブライト、今撮っていただいてるんです。あ、はいはい、この前のはこのアリスというモデルですね。はいはい、その前がこのスイートスイーツというものになります。これから他のゲームさんご覧になれるご予定はございますか？次どこだっけ？池田や。なるほど、ちょっと向こう見てもらっていいですか？ちょっとこれから他のメーカーさんもご覧になられると思うので、まあ、見ていただきたいのがまずここ背中がフィットしてるかどうか、あと肩の部分ですね。ここ浮いてるかと思いきやセーバーのランスでプラス脂肪がついてるので、ラクパッドといって高さが出てるので密着されてます。上げて密着することによって姿勢が良くなったりとか重さを軽減できるので、そこしっかりと見ていただいた方がよろしいかと思います。ここって
でしたね。手繋いでください。なかったよね。はい、ちょっとランドセル見せてくださいね。はい、せーの、ちょん、おー、OK、せーの、ちょん、ありがとうございます。ここがそうですね、しっかりとフィットされてるので、ランドセルで必ずお嬢様と一緒にジャンプしてくれます。ここ、そうです、上にね、頭の上にランドセルだけ行くじゃないですか。隙間が空いてるランドセルだとお嬢様ジャンプじゃなくてランドセル動く、あと私のランドセル多いのが隙間が空いてるので走るたびにランドセルだと動く。いや、めっちゃ動きましたね。はい、それでもしっかりとここ密着されることになるので、もしこれから他のメーカーさんご覧になられるようでジャンプとかしていただくと分かりますよ。へぇ、はい、走るとさ、タカタカタカって、ね、あとこうやってお辞儀できるよ、こんにちは、でもっと多分深くやってもしっかりと靴も忘れたく前に来てることはないです。はい、じゃこれ持っていただいて1年生の5時間分の教科書の重さで切るあれもある。じゃこれ持ってみてください。重いですよ、話します。これをランドセル入れて学校行くんですけど、いけそうですか？はい、ちょっと今です、そのままで大丈夫で貼ってみてください。そうです、重くなります。私の身長で全然ぐらい、あ、大丈夫だった？すごい、これって全部あるんですか？天使の羽ってやつ。そうです、天使の羽はここに羽の形をしたようなプレートが入ってるんですけど、ちょっと機能の説明させていただいてもいいですか？はい、スイマーの番組さん機能ついてるのでちょっと説明させていただければと思います。はい、3つのランドセル買ってくれました。どのランドセルが一番好きですか？はい、2番目どっちですか？じゃあこっち。じゃあこの3つですね。で、今一番はこのマジカルグライドというランドセルなんです。1250g で、こちらはアミズというランドセル1300ですね。こちらほんとすごく 軽いのでこちら 1090g です。で、よかったら一番のランドセル触りながらで大丈夫で触ってみてください。まず天使の羽ですね。ここに羽の形をしたようなものが入ってるので柔らかいもの、触った感じはわからないんですけど、ここがしっかり立ち上がることによって首元に隙間なくピタッとしますよというものになります。ありますね、ポコッと。これが天使の羽だ、うん、でポコッとはしてるんだよ、ポコッと。普通どんな感じだっけ？普通のベッドしてる。普通はここ何もなくのベッドしてるか、ここに三角の、はい、もしくはここ三角みたいな、三角にはなってる。ただここ長らかな三角、三角、あ、これがついて入ってるんです。入ってる、羽の形をしたような、あ、はい、あ、それが天使の羽。そうです。で、これが入ることによって首元に隙間がピタッとしますよというもの。先ほどみたいに例えば隙間が空いちゃうと肩腰に負荷集中したり重く感じたりと姿勢が悪くなるので、上げて密着が大事ですよというところです。次、ここを冷凍してます。すごい、冷凍してるのは生徒が特許取っているものなので、他のメーカーさんは片方ずつだったり下しか置かないです。しっかり両方冷凍することによって常に重心を真ん中に持ってきますよというものになります。で、次にチルトプレートといって、これには入ってないんですけども、こんな感じの底敷きが入ってます。これちょっと厚さが違うの分かりますか？傾斜がかかってるので厚さが違うんですけど、後ろをこうやって引いちゃっていただくと背中側と書いてあるシールが貼ってあるので、まあ、シール剥がしていただいてペタッと敷いていただくことが可能なんですけど、上だけ外したいときはここの部分マジックテープなので外れます。はい、書いてある通り背中側を背中側にして敷いていただきます。こんな感じですね。そうすると形状がかかっているので、お嬢様の背中側に教科書が触れる仕組みです。重いのを背中側にすることによって軽く感じたりっていう部分につながっていきます。次にベルトコーナーぐにゅっと曲がってます。こちら太い部分がやはり感じに触れる面積が大きいので重さを分散できるのと、今リュックサックって前でバチッと止めて動かなくなりますよね。それと同じように内側が近いのも同じような効果になります。はい、あの字になってるの分かりますか？はい、はい、下にちょっと下がってます、はい、まっすぐだとここ当たってしまって痛くなっちゃうので、あらかじめあの字にしてます。全部いい感じです。で、ここ防寒ブザーをつけれます。で、ここがこれから給食袋もつけられるかと思うんですけど、これとかは1個しか、これとこれは確か1個しかついてないですね。これは2つついてます。これは給食袋と紐がついてたりするので、その紐が例えば自転車に引っかかってしまったりとか、例えば悪い人というかこう引っ張られてしまうと、どうしても紐が引きずられてしまうので、この前に10キロ以上の負荷がかかる、ここからパーッと外れる仕組みになってます。で、ここですね、外れた際には他のメーカーさんだと修理出さなきゃいけないところもあるんですけど、セーバーのランドセルは修理の必要がなく、この力でこうバシッとはめていただくことは可能なので修理の必要はございません。ちなみにここは外れなんですけど、こちらはこのままだとブラブラしてしまうので、切れるようになってブラブラしなくなったりする。ただし外れるときはここから上だけがパンと外れる形になっております。すごいね。お嬢様からどうぞ。ここ手に持ってここ覗いてみてください。光ってる。はい、お父さんとお母さんと見せてみせてください。お、光ってる。はい、横です。あ、光ってる。はい、
光ってる。お腹はどうですか？光ってますか？はい。前もどうですか？はい、ありがとうございます。で、この下の黒い丸たくさんついてるのがプラス機能なんです。一番多いのだとこの2つなんですけど、まずそもそもなんですけど、今こちらのマジカルブライドのものは真ん中パッと一番下ついてないです、はい、でこのアリスは一番下だけがついてないです。このスイートスイーツは1個だけが全部ついてないですね。でまずそもそも一番下のこの2つしかついてない。このランスが全てついてないのは何かなというと、ここは貢献されてるかされてないかです。まだ選んでいただいたのは全てついてないですよという貢献です、はい、次に上からラックパッチというもの、先ほどここ箱入ってますとご説明しました。内側ちょっと触ってみてくださいって言って、私は入ってるの分かります。これは痛くない、はい、これがあることによって重さ分散できてるから密着感が高くない。ちなみにこれ入ってないです、まあ、昔のランク、はい、懐かしい、まあ、分かりやすいかなと思います、うん、分かりやすい。こっちは入ってます。これは入ってます。ただこちらの方があるっていうのはフレックスといって山形の方が入ってるさらについてますね。はい、ちょっとそこの違いも出てきますよというものです。次に他の面がなかなかないですけど、ひねくらといってここの下の部分に形状保持のプレートが入ってます。ちょっと今やってみます。名前ひねったものでこんな感じでひねります。ぐにゅぐにゅっと分かりますか。まっすぐでちょっと外側沿ってます、はいはい、これもここと同じようにまっすぐなまま洗ってしまって痛くなっちゃうので、ぐにゅっとやっていただくと体のラインにするので痛くなくなりますよというものです。で次のセミーズダブルクッションというのはこの2つには付いてなくて、この1つ、この2つが付いてるものです。人差し指で上から下下からちょっとなぞってみてください。凹凸感が分かりますか、はい、はい、お嬢様の背中も肩甲骨があったり凹凸感があるので、そこに密着するようにと肩甲骨を上げて胸開くと姿勢が良くなりますよというものです。次に同じく人差し指でへこんでるところでその上からちょっと押してみてください。へこんでるところがちょっと柔らかくてその上からちょっと硬いかと思うんですけど、はい、こちらはダブルクッションで低反発と高反発のクッションが入ってます。これが入ることによって重さをさらに分散できるんですね。なので例えばこれ入ってないのでちょっと触っていただくとまっすぐ柔らかくて一緒と同じ、はい、なのでこれですね、横にした時の高さですね。ここをちょっと見てください。調節高さが全然違うの分かりますかね。はいはい、ここの高さです。次にですね、プレスレザーといってここのお素材のお話ですね。車の座席と同じお素材、消臭効果と通気性が良いものになります。ちなみにこれも同じお素材、これだけはプレスレザーって夏場とかちょっと汗かいちゃったりすると思うので、その際にこうセラテパッドというオプション品がございます。こちらは接触レザーでちょっとひんやりするのと、コロナ禍なので衛生面的に洗濯ができるので、いいです。この部分皆様、そうですね、2枚3枚買われる方の中にいらっしゃいます。付け方は上グッと上げて蓋の裏側でバチッと留めるだけです、まあ、付けたり外したりも簡単なんですけど、これはヘリがないので付けれませんよというものです。ここですね、ここのヘリがないんですよ、外から重さ軽減というものです。最後は鍵引き手フックといってこの2つだけについてるんですけど、ポケットの中ですね、お家の鍵ってかけられるフックついてますよ。ここだと危ないので中にかけれますよというものになります。硬くに作りしっかりしてるんですけども、はい、こちら3日構造といって、ここと反対側と下の部分3つの面なんですけど、他のメーカーさんで1枚ずつをつなぎ合わせてるところが多いんですが、セイはそもそも1枚です。で、二重になってるので強度が強くて106キロの負荷まで耐えることができます。あとはですね、ここの入り口ちょっと触ってみてください。硬いと硬いです。スタイルキーパーといって、これ昔のランドセルだとガシガシ出し入れちゃうとここダメだ、ベコッと潰れたランドセルが結構多かったんですけど、今のセーバーのランドセルはこんな感じでしっかり戻ってくるぐらいなので、形綺麗なのが6年間使ってくれる方は可能ですよというものです。なので親御様の中には、例えばこのへこんだところからここからリコーダーを差し込んで学校行かれた方も中にはいらっしゃると思います。それが入らないんですよね、今しっかりしてるので。でどうするかっていうと、これサイドペースというのがあります。こちらオプション品で、後ろはコスタップボタンです。ここの隙間があるので、ここに引っ掛けていただいて、うん、止めていただくボタン。そうするとリコーダー以外にも折りたためのことだったりとか、図工で買った画用紙の絵ですね、折っちゃうと折り手がついたので丸めていただければ折り手がつかなくなります。で、あとはですね、ここに入れてたね、画用紙。そうですね、隙間でべ潰れてさ、ここは横にしてたの、この隙間みたいな方もあった。で、あとランドセル自体
れば傷がつきにくいようなお作りなんですけれども、絶対つかないわけではないので、この際にこういうふうに今、かわいい、こういうカバーつけてます。こちらに出ていただくと、ランツル自体に傷汚れがまたさらにつきにくくもなりますし、あとはそれこそ子供様はシンプルなものがいい、6年間でもお子様はやっぱり派手なものが可愛いってなった時に、シンプルなものだけこうやって変身できるよ、でもこっち変身できないよっていうと、結構こっちのシンプルな選ぶ子の中に入れますよ。これいいね。こういう風にちょっと透明なものとかも中に合わせる、これ何もついてないものとか、はい、で雨降った際なんですけれども、撥水加工はされてるので雨染み込むことはないんですけども、できるだけ早めに乾いたタオルで拭き取っていただきたいのと、4日間の雨が降って入ってくるので、はい、この前にこれレインカバーがあります。でランドセル受注生産なのでお家に届きますので、届いてから学校行くまでの間お時間ちょっとあると思うので、それでお家で練習してやってもよろしいかと思います。付け方上引っ掛けて下ずるんで、これで終わりです。4日間できます。もしくはレインコートが今ランドセルの上からできるものなので、まあ、どちらかで大丈夫かなと思います。学校着いてから外すのお嬢様なので、今ここ濡れてますよね、雨で濡れてるのを内側にしてあげます。そうするとここで袋出てくるので、今外乾いてる、中濡れてる、畳む必要はないのでここに入れるのが終わり。なので、まあ、練習は最初だけ必要かなとか、慣れれば簡単にできるので。これはどこでも買えるんですか？セイバーの店舗では、公式オンラインかセイバーの直営店のみなんですけども、やっぱりこちらのカバーはセイバーの中に合わせてお作りはしてます。なので、もし他のところで購入されたものとかでは合わない可能性もないとは言えないですね。なんか、工房系とかなんかいろいろあるじゃないですか。はい、あれって何が違うんですか？工房のランドセル作ってるところが多いかと思うんですけど、はい、職人さん一つ一つ手作りで、手縫いとかいうところが多いと思うんですけど、はいはい、あとちょっとこう中とかを自分たちで変えれたりとか、はい、オーダー系のお店もあったりとかしますし、例えば革なので、はい、傷とかさえも変わってやっぱ味になったりっていうと、6年後にちょっとリメイク、はい、持ち合わせになった時にパスケースにするだったりとか、ペンケースにするだったりとか、そういうところでも使えるので、何かをちょっと見た時に日本側でっていう方と、やっぱ効果的なものがあって年齢があるっていうのが結構出てる、そんな部分もあるかもしれない。ただ正直な部分失礼さんとコーヒーの革のかっこいいデザインとか、いやすごいかっこいいのが、はい、なので親御様としては結構そういうところを取られるから、そういうか、もしくは機能の部分でっていうふうにするかとかいう、はいはい、そこでなのでどういうふうに親御様がランドセル選ぶかっていう部分につながるか。これは革ではない、人工革です。なので革ではないです。はいはい、まあでも子供が使うんだからな。あとはですね、こんなに黄色とか刺繍はできないです。ああ、そういうことですか。なので、それこそ池田屋さんに行かれると、結構池田屋さん刺繍のものあんまりお勧めしないみたいなんですよ。ちょっと聞いた話で、刺繍のものダメって言われたらどうなんですかって言われたんですけど、はい、ここは多分川の小保さん系の小腹のラクセルで、まず刺繍がなかなかうまくできないんですよ。あ、大きくこう、ああいう感じで刺繍はできるんですけど、っていうのはなかなか難しかったです。水が入ってきたりとか染み込んだりもないんですけど、中に1枚ペイトが入ってますし、 そうなんですか。はい、あとはすごく細かく刺繍されてるので、通常使用している状況でほつれたりはないんですね。へー、ただそれはやっぱりできないのであまり良くないですよってお勧めされてる可能性もあるんですけど、はい、なので、まあ、どこをどう取るかっていう部分は、まあ、親御様みたいかなっていう部分もありますよね。わかりました。はい、セイバーって日本側のランドセルあるんですけど、セイバーの本側のランドセルはセイバーの機能をついた上での本側のランドセルなので、結構いいところどういうのランドセルなんですけど、機能プラスの本側みたいな部分でもあるので、はいはい、結構セイバーは本側のランドセル人気はあります、ね。うん、機能もやっぱりで姿勢の部分とかにも力入れてて、姿勢ってやっぱりお子様がちっちゃい時に出来上がったりするものなので、その時にやっぱ6年間ほぼ毎日使うものってなった時に、うん、やっぱそこのお体のことは大事だったりとか、そこを考えられる親御様が結構セイバーにされるお子様がすごく多いですね。やっぱいろいろ違うんですね。そうですね。なのでね、たくさんね、お父様お母様ご覧になるともう訳分かんなくなっちゃうと思うんですけど、なので親御様方に何をまず重要にしてるのか、まあ、ちょっとお子様が好きなもので選ぶのか、それともやっぱりちょっと6年間のシンプルなのがいいよねってなった時に、じゃあ例えば色だけ選ばせてあげて、デザインだけは親御様で選ぶのかとか、あとは機能部分なのか、お値段なのか、本革なのか、人工革なのか、どこを重要視するかっていうのが大事だと思います。そこがやっぱり親御様がしっかり判断しないと、お嬢様がやっぱり
できなかったりって全然繋がっちゃうかなっていう感じですね、はい、色非常にわかりますいやネット見てても全然わかんなくてありすぎてそれにやっぱり足で混んでいた場合の方がわかりやすいのと触らないとわからないのと実際の方によると色味も少し変わってきたりするのとあこの違いがわかんないそのメーカーさんによって機能の部分はもちろん変わってくると思うのでそこもしっかり説明を受けていただいた方がよろしいかと思います。見た目なんて誰でも分かることじゃないですか、はい、例えば見た色とかデザインとか、うん、なんですけどその普段の部分って言われてあそうなんだっていうところってやっぱ多いと思うのでそこの部分のご説明はこれから見ればいいかなそれであればちょっと聞いていただいた方がいいさっきさ機能の説明何も聞いてない機能何も革の良さをずっと説明そこがメインにやってるからと思います。川の上で皮の上でちょっと少なくなるのでっていう部分で一番強みが川の部分で川のものもすごい強みもありますし川ででもやっぱり機能っていうのでなので勝手にちょっと一個説明させていただかないとやっぱりちょっと分かりかねるかなってちょっと長くなってしまうんですけどご説明させていただいてる形にはなるんですよね。機能大事だよ、ね、大事いや、来て触って機能は大事だと分かった。これとかも言わないと分かんなかったりとかコミネックなんて多分あれ見るとカタログ見るだけ分かんないと思うんですよ。分かんないですね。なんでそういう時の話ちょっとご案内があるかどうかっていうのも知り立てな部分だと思うので実際、そんなことがあったんだそれで使えるんだみたいな感じになってもね結局生活高いお金出してもこういうのだと思うのかねこれ知らない、あれ知らないってこういうことに知ってんのっていうことにはなると思うので。え、今はこれが好きなの？いや、俺もこれだな。今もこれだって。ママ、このプリンセスに変身できるやつ可愛い。これって購入したい場合ってどうすればいい？はい、はい、サインを入れてご来店いただくか、もしくは公式オンラインでお客様自身でのお手続きで購入は可能なんですけど、ただ土日は正直すぐ埋まってしまうので、もしこれっていう風なランドセルがあって、オプション品とかもお家でお決めいただけるようであれば、お母さんお一人とか平日の予約空いてる時にご来店いただくこととかも可能なので、まあ、そこはやっぱり予約は必要なんですけど。これってなんか売り切れたりとかもするんですか？そう、中にはあります。ランドセルです。ランドセル。ランドセルももちろん後々人気のものは売り切れてきますし、商品をもうすでにオンラインでは完売しているものもあります。ええこの2つはもうオンライン完売してる。あれこれって今の？そうです。先ほどもうオンラインは完売しているので、店頭在庫分のみになります。はい。そういうのがやっぱちょこちょこ出てきますよ。まだ5月でしょ。今年皆さん早いです。5月4月から購入されてます。なので早いですかね。皆さん。もう本当に1年前からやってないとダメなんだ。言うこと聞いたか？ああ言うこと聞いたか？山田って言うこと